こんにちは。第二次三世竹梨俊介、竹内睦です。今日は第68代天皇五一条天皇について語りたいと思います。悪いんですが、五一条天皇について語った日本史講師ってほとんどいないと思います。私全部語っていますから、初代神武天皇から全部語っております。全部語れるか、簡単に言いましょうか、全部の天皇名を言える日本史の先生なんてほとんど言えないんですよ。私はそこについてはっきり言わせて、神武先生やんねとくよって言えるか、言えんわ。ちゃんと全天皇を言えるやつか、言えんわ。私ははっきりそこは言わせていただきます。偉そうな顔して日本史講師で直すって、歴代天皇の意味も言えないんだよ。俺アメリカ大統領だって全部言えるぞ。はっきりよ、全部言えます。偉そうにしてて何にも言えないんだ。歴代総理全部言えるか、言えねえよ。目の前に先生に聞いてみろ、全部言えますかって。歴代総理、歴代天皇、言えんわ。そんな連中に学んでんだ。だからできないんだよ、ふざけんな。で、今日は五一条天皇だ。これについて語れる先生なんかいない。なんでか、何にもないからだよ。で、この天皇は藤原の道長の娘が産んだ子供の天皇だ。道長が天皇になった。そして歌を詠んだ。この世は、もつ行きの、まあ、夜中満月だって、全部俺のもんみたいだという歌を詠んだ。そこで右大臣の藤原の実績に聞いた。小遊記を書いた小野宮右大臣に聞いた。どうこの歌って、評価してくれ。はっきりよ、下手な歌だ。ここがポイントなんだよ、人間。ショック、覚えておいてくれ。素晴らしい歌です。って言ったら、本人のレベルが下がる。こいつ迎合する人間だと。ダメな歌ですって言ったら本人の立場が下がる。この世ば我が世とぞ思う、持ち好きなればって言ってんだから、はっきりよ、酔っ払いだ。実は藤原道成は、酔っ払いの歌で有名な切手になってます。日本の切手でアル中中毒の人の中毒の切手になってます。そんなアル中にそんなこと言われて、褒めても落としてもいけないのです。
だから右大臣藤原三助は小有機、小野宮右大臣なんで小有機って何なんかあるんですが、書きました。この歌はいい悪いではなく、皆さんで歌いましょうって言ったんです。全員出しちゃうんです。この世はまあいいか悪いかじゃないんです。全員で歌わせて全員のせいにしたんです。それが大人の駆け引きってもんですよ。皆さんまた次回お会いしましょう。帰りにないなら君の中の日本文化に気づき、鏡の中を見つめ直して。